第3回全国同時地方選挙は、大韓民国の地方自治体である広域自治団体の団体長と議会議員、その参加の基礎自治団体の団体長と議会議員を選出するために2002年6月に行われた選挙である。全国規模で行われる選挙のため、この年の12月に行われる大統領選挙の行方を占う資金石として注目された。 しかし、選挙戦が2002年 FIFA ワールドカップと重なったため、選挙への関心が盛り上がらず、投票率は50%を割り込んだ。選挙の結果、当初から優位な戦いを進めてきた野党反なら党が、ソウル市長選で初勝利するなどを圧勝し、近代中政権与党の新千年民主党は、党の絶対的な支持基盤である。 全打道で勝利を収めただけで惨敗する結果となった。また、この選挙から、広域議会比例代表区の選出方法が、地域区の候補者に投じられた得票に応じて配分する方法から、新たに政党に対して投じられた得票に応じて配分される方法に改められた。また、政党名簿作成時には二人ごとに一名を女性に、するクォーター制が新たに導入された。 基礎自治団体議会の候補者は、8373名。政党による公やけは禁止されているので、候補者全員が無所属である。単位。が勝利を収めてきたソウル市長選挙で、半奈良党のリア・キヒロ候補が、当選、初めて保守系政党が勝利を収めた。そして首都圏地域のみならず、中西北道と大田市でもンナラ党が勝利を収め、 元々の地盤である南南地域を含め、11箇所の広域自治団体長選挙で勝利し、優位に立った。一方、与党、民主党は、従来からの強固な地盤である、全羅道とチェジュ道の4箇所のみの広域自治団体長を得たに過ぎず、敗北した。基礎自治団体長広域議会15の道、広域市の議会議員選挙でも半奈良党が大、大小 民主党が平民党以来の絶対的な地盤である全羅道以外で、軒並み敗北する結果となった。また、院外政党で国会に議席を許していなかった、左派政党の民主労働党が、政党得票率で自民連を上回る8.1%を得て11議席を獲得した。基礎議会議員自治区。 死、軍の議会議員選挙は232、駆使軍の3459、議席が争われ、13%弱の451名が、無投票当選となった。なお、基礎データの項目で説明した通り、政党による公ごもは禁止されているので、当選者3459名全員が、部所属である。合計、142名前回はでは、 地域区候補の得票率を合算し、それによって比例区の議席を配分していた。しかし、憲法裁判所が従来の比例代表制は直接選挙の原則に反するとして2001年7月に意見判決を下したことをきっかけに政党投票制が導入された。政党投票制の導入によって政党の支持率が明確になり、 中央政治の動向がより地方選挙に反映される効果をもたらしたほか、地方区候補を多数擁立できない小政党でも、比例区で議席を確保する道が開かれることになった。自治体国際化協会クレアレポート第236号、大韓民国の2002年統一地方選挙の8ページ、表1-12002年統一地方、選挙区数及び、 定数現況を参照して作成。前景書10ページ、票3-3選挙別、政党別候補者数より引用。前景書18ページ、票法マイナスに歴代統一地方選挙、投票率比較をもとに作成した。前景書22ページ、票 V-5 広域自治団体長の、得票数と得票率。前景書27ページ。 表 V-6 基礎自治団体庁地域別、政党別当選者現況より引用して作成。前景書29ページ、表 V-8 広域議会議員地域別、政党別当選者現況をもとにして作成した。前景書21ページ、表法 -6 政党別得票数、得票率及び当選者数をもとにして作成した。前景書30ページ、 表 V-9 広域議回、比例区地域別性透名簿得票率をとにして作成した、前景書33ページ、表 V-12 性別、年齢別分布より、ありがとうございます。